皆さん、どうもよろしく頼むし、ドラマキーです。では、本日は、妖怪ウォッチ、ワウンやっていきましょう。じゃあ、あとは、ストーリー進めるだけかな。頼み事があるか。頼み事あるな、これ。2個ほどあったよな。発汗ベーカリーの中と、大吉の方は、無理やったよな。ここは守っとこう。ピンポーン。で、どこだったっけな。あれ？圧巻ベーカリーどこだっけ？ちょっとやべえ、覚えてねえ。あった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 。この中にしといたよね。ほら、またサボってるのかな。もうこれから忙しくなるのに。どうしたよ、天皇お姉さん。おんや、レディは何やらお困りのようですね。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。え、どうかしてるかって？それが最近一緒に働いている人が一緒に仕事をサボるようになったの。いつもはすごく明るくて前向きなんだけど、急にネガティブになっちゃってさ。仕事でちょっとミスしただけで一人で落ち込んじゃうんだよね。多分4一人で落ち込んでるはず。よかったら様子を見てきてくれないかな。いいよ。ありがとう。彼なら多分、あ、彼だいや。魚屋さんの近くの路地裏にいると思う。あ、あの人やん。よろしくね。ネガティブ転移発生。ネガティブにでも、憑依されてんちゃうかな。取り憑かれてんちゃうかな、なんてね、感じますね。なんかあるんかなと思って、よう見てたところや。あぶね。こいつや。何をやっても僕、生きっこないんだ。僕には薄暗い路地裏がお似合いさ。ミス？圧巻ベーカリーの店員さんが言ってたのはこの人じゃないですか？はあ、なんだよ、店に出るだって？僕みたいな役立たずが言ってもしょうがないよ。もう行かない。子供かよ。とんでもなくネガティブですね。これはもしかして、もしかしたら妖怪が悪さしているかもしれませんね。ちっくりよ、いや、怪しい妖怪がいないか、調べてみましょう。怪しい妖怪って。妖怪自体がそもそも怪しいわけやし。いなくね？ほんま。あ、いた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 ！マジでか。いたいた。ネガティブーンだった、やっぱ。いたいた。ブブブブー。お前たちはなんだ？いやいや、この妖怪はネガティブーン。取り付けられたネガティブになるんです。ああ、私は何をやってもダメ。こうやってすぐに取り付かれるし。は、危ない危ない。どうやらあの店員さんが、ね、ネガティブなのはこのネガティブーンが、原因のようですね。早速、懲らしめてやりましょう。ブブブブーン。でもするやつを許せないブーン。瞬殺やろうな、きっと。あれ？よいしょー、半蔵よ。無双してしまえ。一歩影走りって、あ、違う、え、そっち？あ、そっち。いや、初見だった。今のは初見だった、お前。そんなやつやったんや、ちょっと。まあ、ズラジローとジバニャンがいいから、まあ、いいっちゃいいんだが。あ、そっち系やったんや、って。必殺技はそっち系だったんや、って初めて知った。半蔵の必殺技。素早さ高めるだけ。ほぉ。ほぉってなったよな、お前。おっと？攻撃が上がっていく。身代わり上がる。いや、身代わりもらえる。これであの店員さんのネガティブも、キャラッと治ったことでしょう。彼に話を聞いてみましょう。行こうか。ん？あれ？一体僕は何をしてたんだろう。よくわからないけど、こんな暗いところにいても仕方ない。さあ、圧巻ベーカリーに戻ってバリバリ働くぞ。
うん、これであの店員さんはもうサボることもないですね。赤目から山様子を見に行ってみましょう。OK、行ってみよう。ネガティブの温床の地帯かな、ここ。ベーカリーはあったあった。あ、戻ってるな。彼がちゃんと戻ってきたの。もう元気になったみたいで安心したわ。これは何も言わなかったけど、きっとあなたのおかげなんでしょ。ありがとうね。そしてこれからもアッカンベーカリーをよろしくね。うん、ネガティブ店員バッチリ解決。ウィスウィス、あざす。アッカンベーカリー、あ、やった。一発ガシッ当たりさ的なそんな感じの、のがっぽい。まずい漢方この後出てくるけど、のがっぱ。きっとあのカッパってのがっぱのことやろなと、なんとなく思ってんだよな、俺ち。でまだなんかどっかあったよな。あと一個程度。だんだん坂の方やったかな、確か。あ、そうだ、思い出した。銭湯のところだ。なんかあったの。ふと思い出したね。この中いたいね。思い出した、ふと。あ、ほら。いたいた。あははは。ははは。はぁ、芸人の彼女。ほう。ん？何をしているんでしょうか？あ、変なとこを見られちゃった。私の彼、お笑い芸人なんだけど、ネタが受けなくて自信をなくしてるの。だから私だけでも笑ってあげたくて、笑う練習をしてたのよ。でも本当に面白くなくて、それはそれでなんかちょっと、かわいそうに思えてくるな。なるほど。なるほど。これはなかなか深刻な問題です。ねえ、どんどん見つまらないネタでも笑える方法を知らないかな。なんとかしようか。なら、考えてくれるの？ありがとう。そうだ、よかったら彼のネタ見ていって。まだ、男湯の中にいるから、そんなに面白くないのかな。そうですね。私もどれほどのものか興味が湧いてきました。笑ってあげたい。なんだこのクエスト。切実かよって。なんか、いたな、まだ会えた。頼むこと持ってるやつ。あ、いた。この人か。この人か。な、我々芸人だもんね。うん、やはり挨拶は元気よく。いや、しかし、お姉さんが言ってた芸人の彼氏さんってこの人かな。そのようですね。ネタの練習中みたいですから拝見させていただきましょう。どうも、ビッグの芸人ビッグマンです。聞いてくださいよ。この間近所の猫ちゃんが可愛かったんですよ。なので餌をあげようと近づいて行ったんですね。そしたらなんと引っかかれちゃったんですよ。ふざけんにゃーっていう話ですよね。うん、その全然戻らない。面白い要素も一個もないよな、ほんま。これだ、これならいける。いや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 。小学校の俺でもそんな顔するんやっていうほどの、そう、この顔である。かなり重症ですね。これは妖怪の力を使うしかありません。笑う相撲を連れて行きましょう。あの妖怪にかかればどんな寒い家も爆笑です。笑う相撲だったらお昼頃にどんこ行きあたりで見つかるはずです。行きますよ。早速行ってみましょう。やばい。マジで。やばいってなってる。マジでってなるよな。笑う相撲やりにくかなら。ちょっと絶望漂っていた一瞬、俺の中で。あいつさ、仲間狙んのよ、まず。あ、いや、待て。ワンチャン、その、あ、危ね。昼頃にいいやから、ちょっと変えてくるか、時間帯。そちらの方行ってみよう。もしかしたら、その、大森山の方だったら、仲間に乗る確率がちょっと高くなるかもしれん。
なぜかって、最初から行けるエリアやから。まあ、そういうことやね。うん。あ、そうそうそう。いる！何かがいる。ん？こいつやー！頼む。笑うつぼ、仲間になってくれ、頼むから。きつい。寒がり。肉の入ってるもの。これ肉入ってんじゃねえかってね、思うんだけど、どうでしょうね。うん。肉といえば、ブリも、ブリとかそういう魚も肉ではあるから、ちょっと揚げていく、揚げてみるか。ちょっと揚げてみるか、あれな。え？ズルズルズルがキャッチ。え、嘘？それは聞いてないわ。休むみマジか、終わった。向こうが見取るのか。そっか。こっちの方が出てればいいな、思ってしまった。どうやろ。ここら辺ちょっと上げてみる。サンドイッチ、どう？ふっふっふって言われて。フライサンダー、マジか、強いな。よし倒す。ちょっと待っとくわな、あとはな。東の術としてするけど関係ないからな。もうレベル高いし。頼むで。来ないか。来ないか。そうか。ウツボ。ふっふっふってなってたから。ちょっとなってたから。アイテムを。狙っといて。よいしょっと。ここら辺どう？クラスパーどう？クラスパーどうですか？おっと、ふっふっふって。よし、ならいいも、ならいいよ。ちょっと待った。お、これは仲間になる可能性が出てきたぞ。いいね。やるるるナイス肉球。よし倒す。ちゃ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 。お払い。ん？え、下？ L？ 左、そんなの。Y？ はい。はい。ほい。どんだけ。おお、経験値ナイス。アザースくん。よし、ナイス。終わった、終わった。ちょうどいい時に終わった。頼む！来たー！買った。笑うツボ。わははは。君の？え？あ、顔面白すぎ！友達になって毎日見てたいよ。おい、笑うツボよ。それは、ツボにはまるところではないぞって。笑うつぼ。笑うつぼ。なんか、おもれ。果たして、お任せで見てみる。つぼっこりん。けたけた。バクション。バクションって、ハクションかや。
くしゃみかよってなる。つぼーん。つぼっこりん。なるほど。中から選んでもいいような気はしたから。なんかちょっと、違う、と感じる。俺なのである。爆笑、爆笑やろ。ちょっと変なこと思い浮かんでしまった。これ、ほらほら。な。わらわらやん。WW ね。ネット用意わらわらって、あれやん、うん。昔から使う人多いやん。もうそう、それちょっと思ってしまった。そお、わらうつぼそこ、へえ、横井大辞典に入ってんや。へえ、ってなった。メダル大辞典に送られていく。よーし、終わった。いいね。採石ね、なんだ、嫌いでもいけんじゃねえかなって思うやん。こう、クエストで必要にならん限り来ない。うん。で、肉とかを、の、食べ物を買うところまで進めたら、いっぱいね、買っといて、仲間にしに行こうとは思う。うん。その程度、ではないんだけど、あったらすぐに捕まえないといけないっていう縛りではないから。うん。準備はいるから。うん。で、どこだっけ向こう側だ。だんだん坂やからね。よし、これでね、終わったんで。ん？見つかった？はい。妖怪を目指しちゃいましょう。お待たせ。ごめんよ、遅くなって。うん、私も今来たところだから。そうだ、ついに俺はやったよ。最高のネタを思いついたんだよ。え、ちょっと待って。いいか、言うよ。今です。早く妖怪を呼び出すのです。行くぜ。俺の友達、出てこい、笑うつぼ。あかん。妖怪みたいなセットオン。なんだろ、シュールかよ。ってなる。わははは、笑ってしまえば悩みを解決。それ、笑いのツボ、ついちゃうわな。ついちゃうわなって、わらわらやな、ね。猫に引っかかれてふざけんにゃあはははどうだい、最高の出来だろ。キャハハハ、笑える。つまんなすぎて逆に笑えるやね。え？ありがとう。こんなに笑ったの久しぶりだわ。よかったのかな。まあ本人が満足ならよろしいんじゃないでしょうか。気まずい空気になるより笑いながら事実を知らされた方がいいんです。そうか、そうかな。その方が彼の芸のためでもあります。そういうものかな。キャハハハ、最高、寒すぎるわ。いやいや、かわいそうすぎる、それは。はぁ、あ。ドンマイ悪気やに。ドンマイとしか言わない、お前、これは。あそこまで寒いギャグは、そうそう、できるもんではありません。あれも一つの才能なんでしょうかね。よくわかりませんけど。笑ってあげたい。バッチリ解決。ウィス。ウィス。208ももらえた。そんなもらえるんや。愛情天むす。愛情を盛り上がらて、それが来たんかな。お、入る？やったー！あ、爆発しなかったか。爆発したら大当たりやな、このパターン。これのパターンでは。本来なら、外れやろって思うレベルの。